F.R.D. プレゼンツ。出る出る出る。稲垣まさゆきの声優キャアニメだ。あのー、はいこんにちは。はい、ちはいよいよ始まります。えー、アニメ様のお、はい、皆さんお待ちだったかと思います,す、ね、ありがとうございますね。いよいよあれ先週えなにって感じで思った、はい、アニメ様の続きがこれから始まります。すこれね結構。 反響ありましたね。やっぱりね、あのツイッターみたいなね、スイスイタスでもね。はい、ね、皆さ,皆さん気になってるんじゃないですか。はい、ででどうなの、どうなのみたいなね。うん、実は、先週放送の一週前、さらに先々週の放送の出演キャストが。先週放送の最後に出てきて。そしてまた、今週、そのきっかけでどうなって、出て、間違っていくのか。はい、いや、楽しみ。それでは、はい、<っ>インターネットの国と。 魔法アカデミア。ああ、応援してください。はい、じゃ、あ聞いてください。アニメ玉。メイドイン沖縄。ボリューム三十五。タイトル。インターネットの国のアリス。と。魔法アカデミア。作。稲垣正行。 今週のアニメ玉は先週のダイジェストから始まりますよそしてそのまま連続して本日放送分の解決編へと続いちゃいますそれではスタートここは司令部であるコマンドセクションです私の上司のコマンドカツアは大慌てです私たちの命の源であるコアターゲットが盗まれたことを知らせる警報音が鳴り始めたからです コマンドツアたった今コアターゲットが行方不明になりましたコマンドエシコすぐ捜索班であるサーチェスに指令を出せ発見から回収までを指示しろ了解指令を出しますコマンドセクションよりサーチャースへ直ちに出動せよコアターゲットのコードネームはアリス大至急アリスを発見し回収せよこちらサーチャースナンバーアルファ了解しましたナンバーアルファ太平洋の海底をサーチしますこちらサーチャースナンバーベータ 了解ですナンバーベータ大西洋の海底をサーチしますこちらサーチですナンバーガンマわかりましたナンバーガンマは南シナ海の海底ですコマンドカツはコアターゲットアリスについての情報はありますかそれがアリスについては上に頼んでも何一つ情報を共有させてもらえないんだよコマンドエシコアリスを奪ったものと敵対した場合はどう対処しますか消去だ消去デリートしろ コマンドセクションよりサーチャーすへアリスについての情報共有は不可能未確認物体と判断されるものを発見した場合はすべてアリスだと仮定し奪還し回収せよアリスを奪ったものと敵対した場合は躊躇なく消去すべし繰り返す躊躇なくデリートすべしアリスについての情報は共有不可能か自分たちの命の源の存在だというんだから 発見できなかったら大変だ未確認物体出会ったら片っ端から回収しろというシールはワクワクするぞ未確認物体があんまりたくさんあったら面倒くさいなウジン様お聞きください悪い報告ですアリスが行方不明になりましたどうやら盗まれたようですウジン様 アリス行方不明の件、コマンドセクションより報告を受けました。午前会議を開くべきかと。ウジン様、国王秘書官の秘弁でございます。ケソン、チバン、秘弁我が王国の三賢人が揃いましたね。これより、このウジンの前で、三賢人の午前会議を始めなさい。チバン、話を進めよう。かしこまりました。知識担当の私、チバンから。 今回のアリス紛失についての現状を説明させていただきます。現在、コマンドセクションは捜索班であるサーチャースに指令を出し、海底の捜索に入らせています。その判断は甘いのではありませんか私もそう思います。私、チバンは、犯人は警報装置にも何らかの細工をして通報を遅らせ、逃亡時間の確保したと考えます。他のプランでアリス回収を急ぐべきだと、 私、ケソンは考えます私秘敏が考えるには国王直属の秘密部隊を投入すべきかと。意議なし異議なしでは、一番から申し上げます。宇人様、我々三権人御前会議は第一段階の対応として宇人様直属の秘密部隊の出動をお願いしたいと存じます。ご判断はいかがでしょうかそのようにしましょう秘弁。秘密部隊に指令を出しなさい ノナは着いたのに3人はまだ来てないと風を切ってフォン参上ノナお待たせはーいノナジーヤも来たよ着いたよサスです秘弁書館より我が秘密部隊への指令を伝えますコアターゲットアリスが奪われた取り戻せそれだけそもそもアリスって何物体機体液体 全部自分たちで考えろって言われてる私たち夫人さんもアリスとは何かご存じないそうですコアターゲットアリスは私たちの命の源だって話は知ってるけどつまりアリスを奪われたってことは私たちの命が奪われるぐらいの重大事件このままだと我が王国は消えてしまうアリス奪還が間に合わなければこの世界丸ごとぶっ壊れるわ <laughs> サーチャースの三名の捜索海域を総合しますと、ほぼすべての海の海底を捜索し終えています。まだ捜索できていない、残りの海は南極と北極の海です。今、サーチャスはどこにいる南半球です。南極に向かわせろサーチャースナンバーアルファ、ただいまより南極の海底捜索を開始します。サーチャースナンバーベータ、ただいまより南極の海底のサーチを開始します。 サーチェスナンバーガンマただいまより南極のサーチ開始しますウジン様私わたケッソンの占いによりますとアリスを奪ったものはどこかにたどり着き隠れて身を潜めているようです隠れている場所はどうやらコミュニケーションネットワークの。 大きな交差点であらゆるものが流通しているところですそれは北極の真下の海底にある世界最大の交差点モンスターインターセクションに間違いありませんウジン様秘密部隊をモンスターインターセクションに向かせてよろしいでしょうかそうしなさいこの王国を私の代で終わらせたくはないみんな頼みますよ みんん秘ょ書んからの指令が入りました今から我々秘密部隊は北極に向かいますそうかモンスターインターセクションね巨大なネットワークを破壊するわけにはいかないわつまり武器は使えないということねどうやってアリスを特定するどうやって奪い返せばいいんやモンスターインターセクションの膨大な物量の中のアリスイコール インターネットエクスチェンジの中のアリス私たち秘密部隊の知恵と力を持ってしても発見と奪還は無理だ秘密部隊の報告は聞きましたかケソンはいこれ以上の活動は無理だとのこと一番です今の状況をまとめますアリスを奪ったものが アリスの破壊活動を行えば、私たち、王国のすべての命は消えていきます。今は、破壊が実行されていないために、生きながらえているということです。アリスを発見するのが先か、アリスを破壊されるのが先か、我が王国すべての命の分岐点です。ウジン様、もしもの場合に備えて、ご覚悟なさいませ。ケソン、あと一つ頼んでもよいですかウジン様… なんなりとお申し付けくださいませケソに占いの能力を授けたのはどなたでしたか魔法アカデミアの校長の MJ という方ですミスタージョーカーとお呼びしていましたミスタージョーカーが本当に魔法が使える方ならアリスを特定して回収してもらえませんか我が王国のすべての命をミスタージョーカーに預けましょう 天国王ですか私は魔法アカデミア校長のジョーカーポッターと申します若子を卒業生のけそより話は聞いていますよはいわかりましたそのお話受けたまりましょう私だけではなくつい先頃魔法アカデミアを卒業しました日本版アベンジャーズとも呼ばれる魔法使いチームも連れて行きましょう サーチャースナンバーアルファーより、南極南東部の海底にはアリスは存在しませんでした。サーチャースナンバーベータより、南極北西部の海底にはアリスは存在しませんでした。サーチャースナンバーガンマ、南極大陸の上にはアリスは存在しませんでした。南極にはアリスはありません。大至急、北極に向かわせろ こうして目の前にしてみると本当にモンスターだ物流の速度が速すぎて視覚で捉えることができない絶対無理や戦えへんアリスが破壊され死ぬのを待つだけだ魔法アカデミアの方々が最後の切り札となってくれました私の母校の魔法使いたちです 魔法使いの方々がアリスを発見するのが先かアリスを破壊されるのが先か万が一の時の覚悟だけはしておきましょう皆さん魔法アカデミアで学んできたことをよく思い出してください失敗は許されませんそれでは私の指示に従って魔法をかけてください待つ動きを止めなさい アリストモメンタム動きを止まれ動きが止まったあの激しい動きの流れを止めたアンコアターゲットを探し出しなさいデベリオコアターゲット現れよコアターゲットあれがコアターゲットコアターゲットは箱だったのか大工の八郎箱を開けなさいシステムアペリオ箱よ開け箱が開いた 敵が姿を現したミク敵を失神させなさいステュービファイ失神せよ敵が倒れた反撃を受けずに済むゴボウアリスを浮かせなさいウィンガーディアムデビューサーフィール宙に浮いたあれがアリスブスデブ女アリスを我々の手元に呼び寄せなさいアクシ手元に来いハークシオンアリスが戻ってきた やるじゃんブスデブ女ハークションって何ブスデブ女ハークションはいらない王国の皆さんアリスはお返しします <laughs> こうして私たち魔法アカデミアチームは無事に役割を果たすことができたウジ人国王をはじめとした王国の皆さんはとても喜んでくれた結局 アリスとは何だったのかって残念ながらそれは教えられない。だってアリスは王国の人たちの命の源だからアリスが何かを知った今回の敵とは違う誰かがまた奪いに来ると困るからねでもちょっとだけ教えちゃおうかな。アリスはとても可愛い女の子のようでとても気高い皇帝のようで。 すべてを狂わせる魔物のようで誰もが欲しくなる宝物みたいなものかなあれあなたもアリスを奪いたくなっちゃったそれは大変ではこのジョーカーポッターが魔法をかけちゃおうオブリビエイトすべてを忘れよさあ私は誰でしょう思い出せないでしょうそれでいいですでは さようなら。 出演稲垣正幸、ひーふーみー、とうまゆかり、中地まゆみ、星月夜、吉村亮、長浜純子、図けらん理科、スピーナ絵里香、長濱麗、FM 犬の湾石坂まなみ、FM 犬の湾キャンかず FM 犬の湾田辺由紀 FM 犬の湾山内一郎、赤沙紗希、小津累を、金次根、前頭あくび、志出瑞子、 いうわけで驚異の展開の驚異の終わり方でアニメとも終わりましたけれどもすごいですね、こんななパターンかみたい出演者の方もおっしゃってたんですけどね近未来的な作品と魔法の世界が一緒になるというのは本当のアニメ作品でもめったいないですよと楽しんでいただけたらといいと思いますけどその魔法アカデミアというのにナミに出てましたもんね。はいそうなんですししかかも懐の ですよね。若女役。そう、そうでした。わからないのにっていうタイトプ、ね。そうでしたね。懐かしい。はい。ちょっとあの、きつめな女性のキャラそうですから。夫を追い詰めて、その、作戦ではめて。家事を何もしなくても、夫が頑張るような家庭を作ってしまったという。はいはい、<laughs> すごい女性でしたけどね。 それが今回またね、はいはい、こういう形でまた出てくるとは、ねはい、でも懐かしのほかにもキャラクターが出てきてそれをたどった上で一見終わるのかなと思ったら先週放送の最後に「魔法アカデミー」の校長が出てきて今日は近未来の方々と「魔法アカデミー」の世界観の方々が一緒になって最後解決したというね。はい 最後でちょっと驚かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますそうだったら嬉しいですねそういう意味では魔法アカデミニアも出てたのにこっちにも出てたんですもんねそうなんですよ初のかなこれは二役二役として出たのでなんかそれもちょっとこんなこともさせてもらえるようになったとそうですそうです成長しましたからねありがとうございますでまたねあおまなみファンの方はちゃんと気づきますもんねあだからやっぱリスナーさん声で気づいてくれる ご本人でもねもちろん頑張って演じ分けていらっしゃったんですけど、それをちゃんとファンの方気づくんだねさすがですね。ありがたいですね。楽しんでいただけたらいいなと思いますが、他にもあのいつもお仕事でお一緒のねあのゼッケンさんやスピーダさんや田辺さんも頑張っていらっしゃいましたでしょう。そうです。はい。かっこよかったですよね。そうですね。ヤキさんのまたこの関西弁がいた感じも聞いてますよね。YouTube をあの時に。 秘密話みたいになりますけどある有名なアニメに出てくるある関西弁の方の、はい、しゃべる女の子のイメージキャラを<ー>田中さん、はい やってもらってます。おお、あちょっととか YouTube も皆さんぜひ楽しみに見ていただきたいと思います。はい。でレイちゃんっていうかね、四人組の一人のこのこれお子さんのこれがまたねあのいろんなお達者な皆さんの田辺さんもセグさんもスピさんもお上手なんですけどそこに素朴なねレイさん入ってくると本当にいいですよね。いい感じでしたね。ねえ、聞き応えありました。はい。でその上でえあとおなじみの ヒブミーさん、ええ、はい、それからサヤマシさんっていうベ、アルファベータガンマ、うん、サーチャス、いやすごい、<laughs> これもまたかっこいい、かっこいい、<laughs> で、に地球を飛び回りながらはい、探索していたというね、まあそのおかげもあるかあって、まあどうにか解決に導けたと、はいそしてなんか、うん、チバンヒベンケソンウジンというね、なんか難しい名前の四人組、実はなんか。 2話をご覧になった聞いていただいた方ですとなんかこ,のこの世界観の,あのロイヤルファミリーみたいな、ね、う,ん、ああそうまたこのちょっと上品な感じがまたうまく出てましたね。はい、皆さんね、うん、ちゃんとそんな感じで、はい、国王を取り巻く三賢人でね、はい、3人の賢い人たちということで4人でやっていただきましたから「御、うん、前会議というね、はい、ああアニメではちょっと王道のような。<laughs> <laughs> キーワードも入れつつ、はい、あのやっていただきました、はい、皆さんよかったですよねはいそしてシコ、えー、カッチャで二役でシコやっていただいたまなみと、はい、キャンさん。 はい。こうやってキャンさんと絡む日がアニメダマで来るなんてみたいな、ね。<laughs> 今までバラバラだった、ねはい。バラバラだったので、ね。本当にあれですよね。マナミが出る時ときとキャンさん出る時で沖縄のアニメダマを支えていただいてた二人ですからね、うんあ。ありがたいです。<ー>うん、それで最後についに共演みたいな。良、はい、<laughs> <laughs> かったですよね。はい、だから本当に。かだから FM 喜ノ丸さんとそしてアニメダマを聞いてお出になりたいって言っていただいた皆さんとの。 なんかいい意味の最高のコラボレーションの作品で、うんはい、アニメには終われたと思います、うんはい、本当に最初はマナミときょんさんがお出になっていただいて周りの人に声をかけていただいて毎月毎月こうねあと去年の6月スタートで、うん、6月,6月7月8月で1月つたつごとにどん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 参加してくださる方が出、ねはい、て、ね、できて。 本当に感謝しています、えー。久賀さん、そして、キゃンさん、そして、あの、三番目に出ていただいた。中島由美さんと、きらさんの親子、この、はい、この三方のご活躍でメンバー。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、e. U. J. は、主に東京以外の地域で展開する。総合エンターテインメントグループです。全国で。漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら、東京以外にお住まいの方々へも。芸能にチャレンジする機会を提供しています。 EUJ では今ラジオをお聴きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優故森山秀一郎さんの遺志を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣正先生です対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます EUJ で検索してみてみくださいねアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください主人公ななどのの気持ちを考えががら読むのがとっても難ししかかっったたです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが <laughs> で楽しかったっていう気持ちの方が大きいですとても新鮮でした <laughs> また機会があればやりたいなって思いました やってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでしたやっぱり自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったですドキドキしたんですけど楽しかったです声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います経験できなかったことができたので良かったです難しかったけどやってて楽しかったです 最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったです噛んだところがあったんですけど結構楽しかったです難しかったけどまたやってみたいですこのように何かを演じてこう言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたザ・ボードとかで結構スラスラ言えるようにできました難ししかかっったたけど楽しかったです と最初はとても緊張したけど、後から自分らしく言えたかなと思います。楽しくできて、またやりたいなってとっても思いました。娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもなっちゃってます。<laughs> とても楽しかったです。またやってみたいです。私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあの貴重な経験でちょっとはい声優さんに興味持ちました。 声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです喋る言葉言葉一つをつないで一つの作品につないで聴いてる方に想像力を引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しました緊張しましたが言い,い体験できて楽しかったです初めててててやってみてとても 感情などを表現すするのがとても難しかったですやって楽しかったですやっぱり子や孫を育てるためにこのお話はとっても役に立ちます昔明治生まれのおじいさんたちも言ってました読書も大いにやりなさいと本もいっぱい読ませてあげなさいそこから子どもたちが頭が咲いてきますよというの 明治20年のうちの祖父はいつもその話をしていましただからこのお話を読んだ時にとても明治生まれの祖父もう30年前に亡くなったんですけどその祖父を今日思い出して涙が出そうでした演じ分けがとても難しいなと思いましたでもとても楽しかったですこんな小さい空間でとても大きな世界を見れたような気がしますいい体験をさせていただきました めめちゃめちゃゃ楽しかったです本当にいい経験させていただきました自分は滑舌が悪いてかみすぎるかもしれないと思ったけど先生がそばにいてくれたおかげで最後ままでやり遂げました最初は緊張したけどやっったたら楽しかったです初めて声優と声優として声を出すっていうことをさせていただいたんですけどすごい真剣にやっぱりしゃべるのでこのいろんな場面に自分も行ったみたいな。 こう感じになってすごい楽しかったです全力を尽くしてワクワクドキドキできました楽しかったです本当初めてなんですよ僕ラジオドラマやるの演技もすごい恥ずかしくて大変でしたがなんか面白かったですこうやって まあ声優のお仕事なんてしたことなかったのですごい楽しく演じさせていただきましたすごく楽しみながらできたのでぜひこれは多くの人にやっていただきたいと思いながらもみんなにもあの見ていただけたらなと思っていますチャレンジさせていただいて神々だったんですけどちょっと自分の自信になりました楽しかったです一生懸命やりましたはいというふうにやます 対策がね三本続いた5月でしたけれどねその三本が最後にまとまって皆さん本当にアニメ玉というものを楽しんでいただけたら幸いですえまたえこのアニメ玉 YouTube の方でどんどん活躍していきたいと思ってますまなみまたつないでいただけますよねはいぜひねはいギノワンのキャストの方私も楽しみにしてますぜひ出てくださいねはいこサボっちゃダメですよは YouTube でもちゃんと出てくださいねということでまたお会いしましょうバイバイ